例えばこう、こう、こっちか、でこうなってるやろ、はい、ここあるやん、こう握られてるやろ、はい、でここ握られてるやろ、ここ痛い痛い点が分かるわけ、はい、でこの中で俺の痛ないとこ言ったらどこやった、ここや、はい、肘やろ、まあ、肘がひゅって抜けたらやな、っていうことや、分かるからや、だからこういう技をやってんの違うねん、はい、今どこですかっていうことがあるから、そうじゃないとこをコントロールする、でほんならそれが技になってくるね、勝手に、な知らんけど、なんたらかんたら言って名前つけたらな、技になるやん、これ。じゃうちそこ全然技の名前ないねん、はい、もうそんなんばっかりやから、こうな、肘使います、で手首使います、胸骨使います、膝使います、言うて稽古していくから、ずっと。だから相応の人が来てたりとかな、はい、いろんな誰でも、そういう意味で誰でも来れる、はいはい、そこの稽古やから、はい、なんかだから日の武道っていうのがあって、で日の武道をみんなに教えるじゃない、じゃコツやコツ掴みます、な肘が、空いてるいうの自分で分かるやろ、こう肘が空いてる、肘が後ろへ緩んでいきます、な